英語話せなかったらやらせていただけなかった仕事はたくさんあるなっていそううでのはあするのね。で、なんか別にね、芸能界で英語を使って仕事をしようと思って英語を勉強したわけじゃないんですけど、結果的に2つ話せたから1つだけではできなかった仕事をやらせてもらえたなっていう実感はありますね。ハーフの中で勝ち抜こうっていう小さな枠では考えてなくて、それこそハーフだろうがハーフじゃなかろうが、みんなそれこそ適材適所でいろんな仕事をされてるので、じゃあハーフの子たちがみんな同じ仕事をしてるかって言ったら違うし、モデルさんやってる子もいれば、タレントさんやってる子もいれば、キャスターやってる子もいるので、それぞれのフィールドで活躍してる人たちの中で埋もれずに。っていうのは考えますけど、ハーフの中でっていうその枠組みで考えているのがもう多分いかにも日本っぽいなっていうふうになってくるんだと思います、今後。ハーフなのかハーフじゃないのかわからない子もいますし、ね、日本ハーフじゃなくても海外に全く行ってない子でも語学がすごい堪能な子もたくさんいますし、多分こうどんどんその枠でくくれなくなるのが今後の芸能界だと思うので、一つでも技は大きいものがあった方がいいと思いますし、あと他人と比べるのも多分大事だとは思うんですけど、私は割とこう自分の中での戦いだと思ってるので、人と人は違うので、その価値を評価するのは自分ではなくて相手じゃないですか、芸能界って。なのでこの子と比べて私はここができてないっていうよりも、自分でこれができるようになった、ああ私はこれができないんだ、これを評価してもらうためには何を頑張ればいいんだろうっていうふうに考えないと、多分生き残っていけないなとは思ってますよこれ素晴らしいですね。今ね。要チェック。要チェック。そうですね。アンダーライン20枚ってことですよ。子供の頃すごい英語勉強するの嫌だったんですよ。勉強だから、なんでこんなもんやらなきゃいけないんだと思って。でも父親はめげずに一生懸命もう無理やり教えて、無理やり学んで、でその頃は嫌だなと思ってましたけど、振り返ってみるとそれが一番感謝してることというか、英語を話せる、日常会話程度でも話せることによってすごく可能性がたくさん広がったので、私は子供が嫌がっても英語はやらせます。そうですよね。なんかホームビデオとかが残ってて、私がこうもうしびれを切らして嫌になりそうになってるところを根気よく父親が教えてるみたいなホームビデオが残ってて、ああこの父親の粘り強さがあったから今があるんだなってそう思いますね。言語をいくつか話せるよっていうのは一つの材料なだけで、そっから先はその人の人柄そうだっでたすり、やりね。たいことだったり、どのドアを開けるかっていうことだと思うんですよ。新しい個性が入ってくると、その子のために作る椅子もきっとあると思うんですよそうね。ですね。なのでなんかこう全部が全部奪い合いになるわけではなくて、新しい個性だったり新しい人が入ってくることによって、初めて作り出される道もあったり席もあったりするので、なんかこう確かに後輩に席は取られたくないなって気持ちも薄々ありますけれども、でもやっぱりこうやってみんなでどんどんその席を増やしていければいいなっていう、そういう仲間が増えたらいいなっていうのは思いますね。どんな人にもチャレンジしてもらいた選いなっ択肢ていを増やすみたいな感じかもしれないですよね。マルチリンガルアーティストっていうところにちょっとかけて言うのであれば、なんか出国手続きみたいなもので、で誰でもこう手続きっていうのは必ず最初はすると思うんですよ。でその後にどの国に行くか、どんな輝き方をするかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、まずここを通らないと始まらないと思うので、日本語ともう一言語っていうのは書いてあると思うんですけど、完璧に別に話せなくてもそれだけの心意気があれば、どんな人でもチャレンジしないと始まらないので、お待ちしてます。